Figma を使ったマルチプラットフォームサービスのデザイン管理というタイトルで、株式会社つみきのリードデザイナーであります鈴木慎吾さんにお話をいただきたいと思います。鈴木さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、Figma を使ったマルチプラットフォームサービスのデザイン管理というテーマでお話しさせていただきます。積み木の鈴木と申します。ですね、私たちフィルマークスというサービスを、運営しているんですけれども、国内最大級の映画ドラマアニメのレビューサービスです。でモバイルアプリとウェブでサービス提供しています。でサービス開始から11年経ってるんですけれども、これまでいろんなデザイン負債が蓄積されているような状態でした。例えばなんですけど、グレーが20種類以上あったりとか、なんか似てるけれどもちょっとだけ違う UI がこうどんどん増えていったりとか、あとはこうプラットフォームごとにアイコン定義をしていたもんだから、こう どんどん差分が出てきてちょっとずつ違ってるっていうような状態でした。でこうデザインライブラリーを素早く安心して使えるものが欲しいなと思い、デザイナーとエンジニアと5人でプロジェクト化して進めました。でまずはじめに自分たちのサービスに適したライブラリーの構造ってどういう形だろうというところから検討を始めました。でプラットフォームによる違いなんですけども、フィルマークスの場合アプリとウェブで大きく違っていて、アプリは映画ドラマアニメのファンが見た作品とか見たい作品を管理して次に見る作品を探すような使い方をしていて、iOS、Android のガイドラインを踏襲しているような形でした。で、デザイン的にはテキストよりもどちらかというと作品の画像が多め。で、ウェブは作品名などで検索流入してくる方が多くて、気になる作品の口コミとか対応している動画配信、映画館を調べるような使い方をしています。で、作品画像よりもテキストが多いような状態で結構違いがある状態でした。でこのプラットフォームによる違いを軸にデザイン要素を2つに分類するというところを始めました。でプラットフォームに依存しないものとしてカラー、アイコン、画像はセット、依存するものとしてテキスト、スタイル、コンポーネントと2つに分類しました。でこれを2階建てのデザインライブラリーという形で2階建ての構造にしてます。1階部分はプラットフォームに依存しないカラーとアイコンとアセット、2階部分はプラットフォームに依存するiOS、Android、モバイルウェブ、デスクトップウェブのコンポーネントとテキスト、スタイルで、それぞれを、プラットフォームごとの画面のデザインや施策ごとのデザインに利用しているような形の構造にしました。でこれを実際に Figma ファイルとしてそれぞれライブラリー化して、こんな形の Figma ファイルの構成になっています。でこの2階建てのデザインライブラリーのメリット、デメリット、やってみてこう感じていることとしては、メリットとしてはプラットフォームに適した UI コンポーネントを提供できること、あとはライブラリー更新の影響範囲を小さく抑えることができる、カラーやアイコン、アセットの重複がなくなったので二重管理みたいな手間が生じなくなったってことです。でデメリットとしては管理するファイル数が増えるので、新しい UI 追加が多いこう初期のフェーズだと効率が落ちるんじゃないかと思っています。で次なんですけれども、カラーライブラリーも2階建ての構造を採用しました。でこんな形で1階部分グローバルカラーと呼んでるんですけれども、ブランドを特徴づけるカラーパレットとして色相と明度による定義を行っています。2階部分はプロダクトカラーと呼んでいて、UI に適用しやすいように変数化されたカラー、目的とか用途によって定義をしています。でこれを実際のボタンとかの UI に適用している例です。これもメリットとデメリット両面あるかなと思っていて、メリットはUI の目的用途に応じてカラーを適用できるので判断のブレが少なくなる、共通カラーパレットをベースに複数の目的でカラー定義を構築できるので、関連する他のプロダクトにこうカラーを展開したりとか SNS 画像、バナー LP とかの関連制作物のカラー定義に、定義をしていったりとか、あとはダークモードのカラー定義に、反映してきるんじゃないかなと思ってます。でデメリットとしてはこれもUI のパターンが少ない状態だとプロダクトカラーの洗い出し自体が難しいので、こう逆に手間がかかってしまうっていうのがデメリットとしてあるかなと思います。はい、でこちらでまとめなんですけども、デザインライブラリを構築する際は2階建て構造にするとマルチプラットフォームに適用させやすい、カラーライブラリーも2階建て構造で構築するとマルチプロダクト、ダークモード、関連制作物へ展開させやすい、ただしサービス初期のフェーズで導入すると逆に効率が落ちる場合があるので、あくまでこう自分たちのサービスに適したライブラリ構造を考えるのが良いんじゃないかなと思っています。
でこのあたりのいろんなサイトであったりとか既存のデザインシステムを参考にさせていただきました。はい、以上になります。ありがとうございました。